皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回のテーマはサブ3のための早期術というテーマでお届けさせていただきます。今回のテーマはサブ3のための早期術ということで、まあサブ3マラソン3時間ちょうどからプラスマイナス10分ぐらいのタイムを目指す方にとっては、ものすごく参考になる動画だというふうに思います。まずはじめになんですが、あなたはサブ3の走りってどんな走りをイメージしますか？まあ他の人が走っているところでもいいです。自分が走っているところでもいいんですが、ちょっとサブ3のその走りっていうのを想像してみてください。多くの方がこういう走りを思い浮かべるのではないでしょうか。まあこういうね、そのダイナミックで力強い走りっていうものを想像される方も多いと思います。まあ実際サブ3っていうのはですね、マラソンランナーのトップ 3% しか達成してませんから、まあエリート市民ランナーということができると思います。まあですから、こうさぞね、こうダイナミックでかっこよく3時間走るんじゃないかと、思われる方が多いんじゃないかというふうに思います。ですが、実際にはまあサブ3のペースっていうのはこういう感じなんですね。どうですか？ほとんどの方が思ってるよりも結構遅くないですか？まあ遅くないですかっていうか、ペース自体はサブ3なので、もちろん遅いわけではないんですが、ただその、ゆったりと見えますよね。結構楽そうに見えると思うんですよ。で、まあこのあたりはもう主観の問題なんで、いやもう思った通りでしたっていう人もいらっしゃると思うんですが、まあ多くの方が思い浮かべるサブ3よりは、ゆったりした動きに見えるというふうに思います。で、いくつかポイントがあるんですが、まあマラソンっていうのは 42.195キロ、まあサブ3するったって3時間ぐらい走ってるわけじゃないですか。で、人間が3時間体を動かし続けるっていうことを考えれば、できるだけ楽に走り続けるっていうところがポイントになるんですね。もちろんサブ3っていうとある程度のスピードではあるので、まあもちろんウォーキングとかジョギングとかっていうのとは違うんですが、まあそれにしたって3時間は動き続けなきゃいけないので、できるだけ楽に走るっていうことがまあ大切になってきます。で、楽に動き続けるっていうのがこのフォームの中ではどこに出てくるかって言ったら、まず一つは腕の位置が低いです。で、まあこれも腕抱え込んだ方が楽に走るっていう人も多いんですが、まあ基本的には日本人の大半は腕は低い位置で振った方が楽に振れます。で、ポイントの二つ目っていうのは足の運びを見てください。まあ足があまり上下していないですよね。要するにそのまあ、かかとをお尻の方に引きつけるであるとか、あるいは設置した瞬間にジャンプをするとか、みたいなような上下動っていうのがほとんどなくて、足の位置が低いまま、地面の近くを通っています。まあ、これは単純で、重力に逆らって、下にあるものを上に持ち上げようとしたら余分なエネルギーが必要になるんで、まあ、足を低い位置で運ぶに越したことはないというのが、まあ、ポイントの二つ目です。それからポイントの三つ目は、設置した瞬間の足の運びっていうのを見てください。これもやっぱり多くの方が大迫傑さんの走りとか、まあ、エリウド・キプチョゲ選手の走りとか憧れると思うんですよね。私もああいう走りを見てすごくかっこいいなというふうに思います。ただあそこまでのスピード感っていうのはほとんどの人にとって必要ないので、まあ、例えば大迫さんが 5000m 走るとかっていったら 1000m 2分40秒ぐらいのペースで走ってるわけなんで、まあそうすると 50m でいうと8秒ちょうどですぐらいのスピード感でずっと 5000m 走るって考えたら、それはまあ設置した瞬間ある程度地面蹴らなきゃいけないんで、地面についた瞬間やっぱりその一瞬そのエネルギーを貯めるような動きっていうのがあります。まあ従って、まあ実際に設置時間っていうのを測るともちろん設置時間は短いんですが、ただその見た目の動きとしては一瞬地面で力を蓄えるような動きが出てくるんで、やっぱり設置時間は若干長く見えます。ただサブ3っていうことを考えると走行速度がそんなに速いわけではないんで、まあ、物理的な速度自体はそんなに速くないので、地面についた瞬間足は流れることが重要です。要するに設置した瞬間動きがそこで止まらないっていうことです。動き続けるっていうことがポイントです。で、それからポイントの4つ目っていうのは、じゃあ足が後ろに流れたらダメなんじゃないのって思ってる人も多いと思うんですよね。で、実際にその足が流れるっていう動きはあんま良くないんですが、その足が後ろに流れる動きっていうのは何を言ってるかって言ったら、一旦後ろに行った足っていうのが前に帰ってこないっていう状態なんですね。で、それはやっぱり良くないです。じゃあどうするかっていうと、着いた瞬間足はスムーズに後ろに流れなきゃいけないんだけど、一旦後ろに行った足っていうのはスムーズに前に帰ってこなきゃいけないんですよ。じゃあそれ、まあ足の返しっていう風に俗語では言います。
じゃあその足の返しを速くするにはどうしたらいいのかっていうことなんですが、これは体幹を安定させるっていうことです。で、この走りを見ていただいても若干は前傾してるんですが、上半身だけが前に折れるっていうことにはなってないんですね。この場合前傾っていうと足首から前傾してるのであって、決して体が前に折れて、その腰の位置のそのお腹のところで折れてエビみたいになってるわけではないっていうところに注目してください。やや前傾するんだけど、その前傾っていうのは足首から前傾するんであって、エビみたいにはなってませんと。まあ、あの骨盤の角度もそんなに倒れてないですよね。これ私骨盤を立てるっていうふうに言ってるんですが、骨盤を立ててます。で、まあ単純な話でダッシュと歩きどっちが楽ですかっていう話なんですよ。まあ、ダッシュするときっていうのはやっぱ加速しなきゃいけないから、ある程度骨盤を前傾させるじゃないですか。ただこの姿勢って長時間維持するのしんどいんですよ。一方で歩くときっていうのは骨盤立ててますよね。地面と垂直になってると思います。で、マラソンっていうのはやっぱ3時間走り続けなきゃいけないんで、やっぱ骨盤は立てた方が楽だというふうに思います。というわけでここまでサブ3に必要な技術の3つっていうのを解説させていただいたんですが、最後に考えてみてください。あなたは高橋尚子さんとか安藤優香さんよりも速く走れますか？高橋尚子さんも安藤優香さんもマラソン2時間20分で走られますよね。あなたはマラソンで2時間20分切ってるでしょうか？マラソンで2時間20分切ってれば、もう少し大きな動きっていうのが必要になるのかもしれません。ですが、そうでないのであれば、やっぱり基本的にはそんなに地面を強く受ける必要もないし、ダイナミックな動きっていうのも必要ありません。うまいこと上半身と下半身を連動させながら、リズムよくタッ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 と、リズムよくやっぱり歩幅をこう刻んでいくってことが必要になってきます。というわけで、今回はサブ3のための、まあ、総技術について解説させていただいたんですが、ここからはサブ3からサブ 2.5 のタイムを本気で目指す方だけご覧ください。実は弊社ウェルビーイング株式会社から、まあ、サブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングという書籍を出版しています。こちらはですね、まあ、簡単に言うと、第1章は運動生理学的な観点から見たマラソントレーニングっていうものを捉えています。で、第2章は、まあ、マラソントレーニングの歴史ということで、まあ、マラソントレーニングだってですね、一人の天才によって進化してきたわけではなくて、やっぱり歴史の中で先人たちが試行錯誤する中で、マラソントレーニングっていうのは発展してきました。だからまあ、その歴史をたどることで、その効率のいいマラソントレーニングっていうのを見つけていこうっていうのが第2章です。で、第3章は、そのうちでも、本当にマラソントレーニングが確立してくる1990年以降の近代マラソンのトレーニング理論っていうものを解説させていただきます。で、第4章は私が年間数百人のエリート市民ランナーさんを指導させていただく中で、築き上げてきたマラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングっていうものをより詳しく解説させていただきます。で、こちらの書籍なんですが、こちらの動画を最後までご覧いただいた方限定で、原稿を PDF ファイルで無料でプレゼントさせていただきます。受け取り方は簡単で、この動画の概要欄の URL をクリックしていただけますと、弊社ウェルビーイング株式会社の公式ウェブサイトに飛びますので、そちらからこちらの書籍の原稿を無料でお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。